居酒屋とバーを経営しております株式会社のぎのぎパーク代表取締役のぎです。 R1 グランプリ7年連続1回戦敗退、これが私の、芸人の経歴でございます。株式会社集まるの木原と申します。若い社員も多いのでめちゃくちゃ元気がいいです。これまでエグゼクティブ大会、4戦、出てきました。いろんな感動もありましたが、まだ勝ってません。初勝利目指して頑張ります。すごくいいパンチがいいなと思いました。目見開いてかかってこいよ。僕のことは忘れても、エグゼクティブファイト武士道小泉真紀さんのことだけは忘れないでください。今日の練習でかなり対策ができたんで、もうどんなパターン声は、もう倒せるんじゃないかというふうに思ってます。まあ蹴りが強いということですけど、まあ蹴りもパンチもこっちはあるんで、鍛えて、ますんで、覚悟しようと思います。1週間前に、娘が生まれる予定なので、娘のためにも、勝利をですね、勝ち取りたいと思いますので、よろしくお願いします。第3試合、選手のご紹介です。青コーナー、乃木乃木パーク株式会社代表取締役、乃木義行。赤コーナー、株式会社集まる DX バンク事業部プロデューサー、木原大輔。
さあこの試合も先ほどの乃木選手の V でありましたが、お笑い芸人をやりながら居酒屋という異色の選手。そうですね、はい、あの恵比寿で居酒屋をやってましたね、はい、木原さんは逆に DX、はい、完全ネット系ですか。そうですね、もともとバスケットをやってまして、インターハイも出てるようなかなり の、 あの身体能力、足さばきは非常に見どころなんですよね。ただあれですね、乃木さんはこちら書いてあるのは元 K1 アマチュア B クラス準優勝、はい、はい、格闘はかなりやり込んでるんですね。そうなんですね、これ最初僕に5、6戦しかしてないんですよ僕って言って、はい、結果見たら15戦してましたね。なるほど、割と強いと。そうですね、で対する木原さんはデビュー戦。デビュー戦ですね。なるほど、この辺のね、キャリア、そして体力、そしてキャラクターの違い、はい、全く違う両名が戦うこの戦い、注目ですね。赤コーナーは過去に同じ会社の方が3名出てるんですが、はい、3人とも負けてしまっていて、なるほど、なんとか1勝を俺が奪うということで。素晴らしい、かなり背負ってますね。はい、はい、それでは選手の用意が整いました。でもずっと第3試合ラウンド1ファイト。ラスト1分です。終了。いやー白熱です。どんどん熱くなります。マイキースローが、はい、見た感じは互角なんですけど、冷静になんか試合運びをしている、はい、両者とも冷静に試合運びしているような印象でしたけど、はい、後期から見ていかがですか。そうですね、やっぱりバスケットやってただけあって赤コーナーは足さばきがやっぱり綺麗ですよね。ただ青の乃木さんはやっぱりキャリアがあるんで、最後のラスト30ガンガンパンチ入れてきましたね。第2ラウンドで勝負が決まると思います。なるほど、バスケットやってて足さばきというそういうつながりもあるんですね。そうなんですね、はい、セコンドアウト。
Round 2, the last round! Fight!素晴らしい試合を、ね、はい、見せていただきました。もう何しろ乃木選手が打たれ強すぎます。そうですね、本当そうですね。クリーンヒットが結構ここからも見えたんですが、はい、まあ、本当に聞いているとは思うんですけど、はい、打たれ強いというか、はい、もう木原選手も当たってんのになんで倒れねえんだよって、そんな感じでしたよね。さあ今ジャッジが進んでおります。先ほど1分の試合、今2分の試合となると結構長い感じがね。そうですね、はい、じっくりとね、はい、見ることができましたけど、はい、選手にとっては見てる我々の何倍もの時間がね、うんうんうん、あるんじゃないでしょうか、うん、はい、どうなんでしょうかね。手数的にはレッドですかね。そうですね、稲剣から見ていかがですか。いや、手数は確かに赤コーナーという感じでしたが、うんうん、まあただ、うん、受けてる側の強さというか、うん、なんてでしょう ね、 そうですね受けて強いという、はい、さあジャッジが戻ってまいりました、はい、それでは第3試合判定の結果をお伝えします。ジャッジ小比類巻20対18赤、ジャッジ桜木20対17赤、ジャッジミノアマン20対17赤、3対0勝者は木原大輔。それでは勝利した木原選手には本マッチプレゼンターでもあります株式会社アスマル代表取締役社長石井陽介様よりトロフィーの授与がございます。なお石井様は赤コーナー木原選手が勤める会社の社長様でございます。石井陽介様、一言お願いいたします。いや、二人ともお疲れ様でした。いや、感動しました。集まるの、まあ、社長として4連敗中だった
やっと勝った5戦目でやっと勝ったぞ木原おめでとう。以上です。石井様、ありがとうございます。2人とも素晴らしい試合ありがとうございました。まずは勝利した木原選手、一言お願いします。本当にですね、欲しかった1勝がやっと手に入りました。ありがとうございます。第1回ありがとうございます。第1回大会からこの大会には集まるの社員がですね、4人出てて全部応援しに来たんですけど全敗してて、今度は俺が絶対出てこの場で勝ってやるっていうのを前回大会で宣言させてもらって、今日この場で勝てました。でもこれはですね、自分だけの力じゃなくて本当に会社のみんなの応援と、あとは家族と、それとあと知り合いの方々もですね、今回の大会を出場を機にですね、いろんなメッセージいただきました。本当にありがとうございました。そしてですね、本当に対戦してくださった乃木さん、ありがとうございました。本当にいい試合ができたら乃木さんのおかげだと思ってます。ありがとうございます。相当練習したの僕は知ってます。いかがでしたか？まず僕を応援してくれた、方ですね、あとパブリックビューイングで僕のお店で見てる方、本当に、申し訳ございませんでした。はい、敗者は何も語らないので、ぜひ小石さん、次回リベンジさせてください。今日はありがとうございました。すみません、今リベンジってリベンジですか？もう一回このリングで上がれそうです。大きな拍手をお願いします。ちなみにですね、アマチュア大会は血が出たら大体ストップなんですけど、血がリングの間近の人は分かると思うんですけど、血が流れているんですね。まあ、あのレフリーがですね、あのどうしてもたくさん殴り合ってほしいということで、あの血が出ても止めなかったぐらいすごい試合を行いました。両選手に大きな拍手をお願いします。それでは会場に来てくれる皆さんに一言お願いします。はい、ありがとうございます。木原さんおめでとうございます。祝勝会の件はどうしましょうか？一人1万円でやりましょうか。分かりました。ちょっと社内林業を上げさせてもらいます。社長社長あ、ちょっといないね、ちょっと言っときます。ありがとうございます。あの恵比寿でね、あの居酒屋やってまして、勝ったら1000円でみんなを招待するという話だったんですが、1万円でということで、あの集まるの皆さん、ぜひ一緒に祝勝会をあげに行ってください。両選手に大きな拍手お願いします。選手退場。